宮崎萌一は、日本の政治家、技術士。自由民主党衆議院議員。第42大科学技術庁長,長官。鹿児島県鹿児島郡、谷山村大和城福元上松崎出身。鹿児島県立、第2中学校から第7高等学校増士官を、経て1939年、東京帝国大学工学部を卒業。 大学卒業後、内務省に入省。その後は、経済企画庁を経て、運輸省に移り、公安局長などを歴任。退官後、政界入りを、目指し1969年の衆議院議員総選挙に、旧鹿児島一区から部所属で出馬したが落選。3年後の1972年の総選挙に、再び旧鹿児島一区から無所属で出馬。 初当選を飾った。連続当選8回。当選後は自民党に入党し、党内では高知会に所属。郵政政務次官、行政管理政務次官、衆院法務委員長などを務め、1988年に竹下改造内閣の科学技術庁長,長官として初入閣を果たした。また、 1993年6月から1997年6月にかけては日本技術士会の第13代会長でもあった。1996年、政界を引退。7期目の開票当日落選の方を受け、落選の弁を語るも報道ミスで30分後に当選の喜びを発表したというエピソードがある。2004年2月16日、心不全の試し去。 去年88、1997年、故郷の権限が終え銅像が建立されるが、2017年に、本体が、盗難に遭う。2018年11月、有志によって残された台座に懸賞費が立てられた。ありがとうございます。